それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。っていうかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すぐ折れそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけるのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキする。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損したぜ。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、うん、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。来た。おー、前に出てるぜ。行けよ、ノブヒコ。高級の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。菅だぜ、信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも、だぜ。誰？くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションなら五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただ事じゃないぞ。本当に
大丈夫なの？わかんねえよ、そんなの。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力線は全長25キロと比較的短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦は藤原なら十分にチャンスはある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。ふらふらのツッコミ勝負は信彦が取った。関西最速のダウンヒラー阪急にせよ完成で抑えてる。まさか。そういうことなのか。まもなく4番線に信彦が前だ。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。行け。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が重要。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の重量がないと粘着力。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐが、上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点。つまり東急5線系は上り勾配の突っ込みに弱い。ええー、ことか。無女子のアドバイスもこういうことだったんですね。アドバイス？何か。チャンスは薄楽、ここしかない。願い事を叶えた。違う、ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2戦の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法一つしかない。信彦、こっちだ、遅えぞ。悪い。で、こっちが例の坂本だ。チーズ。聞かせてくれよ、信彦。お前が見つけた2000に勝つ作戦ってやつを。今までのデータと自分の目で見た2000の戦闘力を総合的に分析したら、最終的にはすごく単純な結論に至ったんだ。実はそのための車を持ってきてるんだ。二人なら口で説明するより車を見ればすぐ理解できるだ。プロジェクト D 攻略のリーサルウェポン。な、こんなのがリーサルウェポンだなんて。お前本気で言ってんのか、信彦。なるほどな、わかったぜ。こいつでとことんやるってわけか。この発想はなかったぜ。まったく、つくづく嫌な野郎だぜ。絶対友達になりたくねえわ。よかったな、いとこで。親父、なんだよこのウサギみたいな変な着ぐるみは。2000お前にやるわ。あれおめえのじゃねえだろ。